皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は汎用フォーム打線でリアタイやっていきたいなと思います。まあ、いつもこういうフォームがあった方がいいとか、こういうフォロースルーがあった方が面白いとか言ってるんですけど、まあ、たまには汎用フォームの選手にねフォーカス当ててみても面白いのかなと思ったので、今回はこのオーダーでやっていきます。自分が結構選手を取る取らないって決めるときに、まあ、こういうフォームのあるなしでね決めることが多いんで、まあ、自分がね汎用フォームの選手持ってるっていうのが少ないっていうのはあると思うんですけど、組むの結構大変でしたね。まあ、選手は結構持ってる方だと思うんですけど、まあ、意外とこういうフォームの選手ばっかだったんで、まあ、汎用フォームのね、選手を集めるの結構手間取ったんですけど、まあ、こんなオーダーになっています。というわけで早速やっていきましょう。それではやっていきましょう。汎用フォーム打線です。で今回ね汎用フォームにも何個か種類あるんで、まあ、汎用フォームの中でも同じものを一応並べてます。まずはこの汎用フォームですね。まあ、これが汎用フォーム1なのか2なのか分かんないんですけど、一旦このフォームを、見せます。このフォームはなんかアーチスト多いですね。このフォーム今回アーチストがボール球落ちる長打警戒、このフォーム今回3人いるんですけど全員アーチストなんですよ。で確か池山さんもこんな感じ、あ池山さんあれか、池山さんこういうフォームか、池山さんもなんかこんな感じだけど、あれ一応こういうフォームになるのか。よっしゃいった、さすが石峰さん。でもう一人ね同じフォームの野村さんが続くんですけど、野村さんはバット短く持ってます。このフォームはアーティスト多いんかな、たまたまかな。そして汎用フォーム2つ目がこれですね。まずは広沢さんです。まあ、この汎用フォームが一番多い気がするんですけど、これより多い汎用フォームってあんのかな。続いて中西さんです。中西さんも全く同じフォームですね。やばい、打てなかった。さあ守備陣なんですけど、センターライトの守備やばいねこれ。まあ全体的に見るとそこまで悪くはないんですけど、宇宙間飛んだ時だけやばいかもしれません。でピッチャーもね一応汎用フォームの選手用意した方がいいかなと思って赤堀さんを連れてきてます。まあアップデート後ね多分赤堀さん使ってないよね、多分使ってなかったはずなんで、まあピッチャー先発ピッチャーもできますし、まあ一応赤堀さんを使いつつみたいな感じでいきます。さあ際どいコース、いや取れないか。まあ適正 E なんでしゃあないですね。で赤堀さん大会で何回か当たったんですけど、まあ、使う人がまず減ってますし、まあ、当たった時もそんなに嫌ではなかったですね。まあ、今までは結局ボール球に手出してしまうかもしれないっていう恐怖心があったんですけど、まあ、今それほぼないんで、やっぱり赤堀さんはだいぶ弱くなってるのかなっていうのは思います。さあただボール球振らせてワンアウトじゃない、ツーアウト、ゼロでいきたいな。甘かったけど危ない。それでは、また同じフォームの選手が続きます。宇野さんです。アーティストの選手の汎用って意外と多いんですよね。まあ、特に OB、まあ、現役選手はね、活躍すれば、大抵汎用フォームじゃない、こういうフォームはつくんですけど、まあ、OB の選手は結構汎用になりやすいかな。で大島さんは、大島さんちょっと違うかこれ、大島さんこれもしかして固有か、待ってこれなんかちょっと違う気がするけど、これ汎用、待って分かんなくなってきた。なんか違うと言われれば違うような、いやそうと言われればそうと思うような、なんかよーくわからない感じでしたけど、ここに来てようやく初の左バッター坂倉さんです。まあ、坂倉さんは今後多分固有つくと思うんですけど、まあ、坂倉さん結構シンプルな構えしてるんでね、なんかシンプルな構えしてる人はそんなに汎用でも違和感はないんですよね。さあピッチャー変わりましたね、ビエイラで9番が周東選手です。セカンドを守れるね、汎用フォームの選手周東選手しかいなかったんで、もうセカンドは周東選手一択でした。これって坂倉さんと同じですよね。まあ、周東選手前違う汎用だったんですけど、汎用から別の汎用に変わりました。で山内さんに戻ってきて、ちょっと2点差怖いな、ここで1本ホームラン欲しいな。さすが山内さん、オールスター杯ビエイラめっちゃ使ってくる人多かったんですけど、ビエイラに一番苦しめられたかな、なんか一番打てなかったピッチャーかもしれない。特にね新シリーズのビエイラめっちゃ強かった。ツーシームも増えてるし縦スラも増えてるんで、なんか打ちづらかったな。いやーボールか、なんかいいとこ投げてくるね。さあ3点差で最終回どうでしょうか。まあ際どいとこ投げてれば回転が分かると言っても、まあ、振っちゃうときは振っちゃいますからね。結局ビタビタに投げ切れるかどうか、ちょっとビタビタじゃなかったんですけど、まあギリセーフ。
それでは2試合目やっていきましょう。で2試合目はね、打順が1ローテしたらベンチの選手も出していこうかなと思ってるんで、まあ、とりあえずちょっと大量得点は必要かな。シンシリの糸正さんってツーシームが C か、そうか、ツーシーム C で曲がるようになってんだ。ちょっとそこは注意しないといけないね。ただ全部の変化量が3っていう覚え方はね結構しやすい。さあ抜けるっしょ、さすがに長径でも、ツーベースにならないんだ今の、まあ、あれですよね、汎用で打ちにくいってほとんどないと思うんですよ、汎用だから、まあ、こういうホームはね打ちやすかったり打ちにくかったりっていうなんか当たり外れというかなんかそういうのはあると思うんですけど、まあ、汎用はその打ちにくいっていうのは 100% ないと思います。ただ面白みは正直ないよねっていう、個人的には結構それを重視してて、やっぱりそのこういうフォームあった方が、あ、この選手使ってるんだなってこう思えるじゃないですか。まあ、ただ汎用だとね、いや別にこっちの選手も同じフォームだなみたいな、まあ、別にこの選手じゃなくてもみたいな感情が生まれちゃうんで、まあ、やっぱり汎用別嫌いではないんですけど、まあどちらかというと固有推しですね。どちらかというとじゃないね、うん、100% 固有推しです自分は。なんで先ほどもね、動画の冒頭で言ったと思うんですけど、あ、やばい、まあ、選手を取る取らないっていう時は、まあ、結構固有フォーム重視してますね。あの結構前の外国人 OB なんですけど、カブレラとブーマーどっち取ろうかなって思った時に、まあ、もちろんねアーティストで同値だったブーマーもものすごく魅力的だったんですけど、まあ、個人的には完全にねカブレラの固有フォームに惹かれて、カブレラを優先したみたいなケースあるんで、まあ固有フォームは個人的にはもう本当に重視してますね。ということでこの調子でいけば多分2巡目代打出しまくれると思うんで、ちょっと1回の表まだ2点しか取れなかったんですけど、まあ、2回の表はねどんどん代打出していきます。ということで2試合目の先発は松本あたるさん。松本あたるさんこれ汎用だよね。あんまりその投手の固有フォームというか汎用フォーム分かってないんですよね。バッターはものすごいね分かってるんですけど、ピッチャーはあんまり理解してないかな。ただこれはさすがに汎用だと思う、まあ、先ほど選手名鑑バーって見てね、固有なのか固有じゃないのかみたいな感じでいろいろ選手見てたんですけど、やっぱり現役選手はほとんどの選手が、再現されてますね。改めてすごいなって思いました。普通にさっき話をしていたカブレラ相手の方使ってた。やっぱこのフォームがいいよね、この豪快なフォーム。ここのツーシームで甘いなぁ、入っちゃってるんだよなぁ。多分カットしてるんですけど、めっちゃ点取られました。あのコールド一歩前まで行っちゃったんで、ちょっと負けないように頑張ります。代打出そっかな、せっかくだし。ちょっとねここに代打出しちゃうとセカンドがいなくなるんですけど、まあ、ちょっと負けたくないんで一旦どうしようかな、一旦リーでも出しておこっか。さあ外国人バッターの汎用といえばやっぱりこれが多いイメージかな。これ多いよね外国人バッター。個人的にはこの汎用は正直あんまり好きじゃないんですよね。いや落ちないかな、落ちないね、やばいな。ちょっと代打陣もスピリッツが高くはないんで、まあただ出していこっか。あれデストラーデって、あれ固有フォームついたんだっけ、あれあれいつついたっけ、あれデストラーデもあの前までリーと確か同じ構えだったんでデストラーデ連れてきたんですけど、ゴリゴリ固有フォームついてますね。ちょっと待って、いつついたデストラーデ、あれ俺忘れてるわ、アップデートで追加されたの。普通にゴリゴリじゃん、ゴリゴリこういうフォームついてんじゃん、初めて見た。しかもボール球ヒット、いいね。さあクリちゃんを特能前出し。さあクリちゃんも汎用から汎用に別の汎用に変わった選手ですね。まあ栗原選手も結構構えシンプルなんで、まあ前の汎用の方がまあどちらかというと似てたと思うんですけど、まあこういうフォームはでもついてほしいな。さあピッチャー変わって東條さんで、個人的にめちゃめちゃ汎用が、いい感じになってるなって思ってるのがリチャードです。リチャードもねそこまで違和感ないかなっていう感じ。ただちょっと能力相手タイピン出たし能力やばいんで打てるかな。うんー捉えてどう、これ抜けないか、田口さんか、やばいな、追い込まれて。さあ4番広沢さん、ただここは一番一発期待できるんじゃないか、とりあえず追いついておきたいな。いけ汎用フォーム、汎用フォーム代表。いやー今甘かった、ボール球ポテン、あぶな、そんなに曲がるの進化で。お中西さんもいいね、ちょっとタイピン出てない間にどうにかしたい。ピッチャー変えられて伊藤博美さん、待って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 、ここに来てあとワンアウトの場面であんまり打ち慣れてないピッチャーやだな。スプリットチェンジか、スプリットチェンジか、初球ストレート、そこのストレート好きな。
さあワンスリー、これはもう迷ってスプリットチェンジね。これ絶対スプリットチェンジ来るから。ほら来たー。さあこれ左中間割って、一塁ランナー、一塁ランナー帰ってきて、あー帰ってこないか。さあ1点差。さあ宇野さん、まあまあまあ能力はそこまで悪くない。うわストレートできた。あー惜しい惜しい、もうちょっと早ければワンチャンあったかな。ただもうストレートないでしょう。うわ抜けた、奇跡。危ねえ、負けると思った。まあでもよく代打構成で粘ったとは思う。ただ1点差だとちょっと心もとないんで、もうちょっと惜しいけどずれた。いや1点差はもう継投します。ただ無理やり代打出したんで結構まずいです。ただもうこれはクリちゃんキャッチャーできるんですけど、キャッチャー別誰でもいいんで、こう変えて広沢さんちょっと適性は、あるんで、ちょっと突が足りないだけで、もうセカンドリーでいきます。でピッチャーは宮西さんでいこうかな。これねセカンド飛んだらやばいんですよね。まあセカンド以外も結構やばいんですけど、ちょっと耐えないかな。いや1点少ねえな。さあリチャード半袖のキャッチャー様になってますね。いやライト取れるよクリちゃん。セカンドにさえ飛ばなければあると思うけど、セカンドに飛びそうな気しかしない。左バッター、いやーなんかセカンド行きそう、セカンドスルーしそう。外角スクリューとかで攻めてみよっか。いやーマジかよ、やられたー。いやーマジか、それホームランにしちゃうの。正直打ち取れると思ったな今の。なんかサードフライとかショートフライで完璧に持っていかれたんだけど、棒立ちのセカンド。いやーうまい、ちょっと宇宙間真っ二つ、これ帰ってくる。危ねえ、耐えた。もうこれはね満塁策でホームゲッツー狙いますと思ったら、作戦ないんですけど、作戦ないんだった、どうしよう、作戦ないわ。うわセカンド